郵便体操は日本郵政グループの各職場で行われている体操。1975年、ラジオ体操を参考に作られた。その1とその2があるが、2015年時点では主にその1が行われている。体操の内容は、ラジオ体操の第1と第2を組み合わせアレンジしたものになっている。原則始業開始時に流され、全員一斉に行う。 全編ピアノ伴奏と指導の掛け声で構成されている。冒頭は今日も元気に郵便体操をいたしましょう。で始まる。なお部署によってはラジオ体操を行うところもある。作曲者は幼い竹とも。足を軽く横に開いて大きく背伸びの運動を腕を振って、ももを引き上げる腕を横に開いて、前後に回す手を後ろに組んで首を回す体を横に。 曲げる腕を振って、体をひねる体を前後に曲げる体を斜め下に、曲げる体をぐるっと回す足を、曲げ伸ばし足を戻してその場飛び腕を前と上に、深呼吸深呼吸繰り返し、ABCD 郵便局員も知らない幻の体操、郵便体操を見てきた、ネトラボ、2015年2月2日17時35分、更新。郵政民営化議論に水を差すの、 下段郵便事業に関する無駄知識にありがとうございます。